白井智康は、日本の経営者、銀行家、商工中金理事、中央共同株式会社代表取締役社長、昭和53年3月早稲田大学小学部、卒業後、同年4月商工中金入庫。大阪支店長、平成19年3月組織金融部部長、平成20年8月特別参与東京支店長、10月執行役員、東京支店長、 平成22年6月、取締役兼常務執行役員市場営業部長、平成24年6月、取締役常務執行役員ソリューション事業部部長、など、本店営業推進部門、本店企画部門を経て、平成25年6月、取締役常務執行役員などを歴任。同社株式会社加護の初の民間人社長、関哲夫氏の下、東京。 大阪の営業推進を強化したほか、本支店の通帳や内部規定の整備や、新営業支援系システムの導入、ツーステップローなど中堅、中小企業向けの新金融システムの導入などに尽力した。東日本大震災発生後には、政府系金融機関、指定金融機関として、セーフティーネット機能の役割を十分に果たした。 平成28年現在、商工中金本店内の保険会社である、中央共同株式会社代表取締役社長。ありがとうございます。